オランダで日本人が躍動、上田綺世が3試合連続ゴール。5月12日、オランダ、エールディヴィジ第33節が行われ、上田綺世が所属するフェイエノールトと、小川幸輝と佐野光大が所属する NEC ナイメヘンが対戦。上田と佐野は先発、小川はベンチスタートとなった。今季2位が確定しているフェイエノールトと、来季のヨーロッパリーグ出場を目指す NEC の試合は、前半終了間際にケルブイン、ステングスの得点でフェイエノールトが先制に成功。後半開始早々に NEC のメース、ホーデメーカースがドリブルで持ち運び、左サイドにいた佐野にパス。佐野は細かなタッチからシュートコースを作り、右足を振り抜いた。シュートはファーサイドに吸い込まれ佐野は今季4点目。NEC が後半早い時間帯に試合を振り出しに戻した。49分上田がペナルティエリア手前で NEC のディフェンスグラム、ヌイティンクに倒され、一発レッドカード。同点に追いついた NEC だが一人少ない状況となった。フェイエノールトは57分に上田が味方からのパスをペナルティエリア内で受けると、相手を背中で抑えながらボールをキープ。流れたところを最後はヤンクバ、ミンテがゴールへ押し込み、上田の今季初アシストでフェイエノールトが勝ち越しに成功した。小川幸輝は71分から途中出場。すると、80分に小川が起点となり、ソンチェ、ハンセンがドリブルでボックス内に侵入しそのままゴールを決めた。数的不利の NEC が2対2の同点に追いついた。だが87分に試合連続ゴール中の上田が、アリレザ、ジャハンバクシュが右サイドからグラウンダーのクロス。これをファーサイドでフリーになった上田が冷静にゴールへ流し込み、3対2と勝ち越しに成功した。上田はこれが3試合連続得点で今季5ゴール目となった。試合はこのまま終了し、フェイエノールトが勝利。日本人が躍動した試合に対し、SNS では来シーズンは上田のシーズンだ。やはり彼は優秀なストライカーだ。彼はやっと覚醒した。NEC はカップ戦のリベンジに失敗。佐野は素晴らしい才能だ。日本人が大活躍の素晴らしい試合。佐野のゴールはファンタスティックだ。などの声が上がった。綾瀬参戦連発さすがやっぱり出たら取れるんだよな。佐野光大決めて上田アシストって日本人対決白熱してて最高だな。佐野はオリンピックで見たいな。上田 VS 小川の日本代表ストライカー対決は上田に軍配。上田はヒメネスが移籍するであろう来シーズンが勝負だな。佐野はオランダ内でのステップアップはできないのかな。フェイエは来シーズンも CL 出れんのか。なら上田はフェイエに残った方がいいな。佐野を早くフル代表に呼べ。上田来シーズンはゴール量産で。こちらは世界のフットボール2チャンネルです。あなたの持っているサッカー知識をぜひコメントにぶつけてコメント欄を盛り上げてほしいです。他にも面白い情報を最新で知りたい方は、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。